こんにちは、コメスプレス。今回はダイヤモンド A からお送りしたいと思います。で、今回はね、普通に暗黒でやってて、なんかいい感じだったんですけど、そういえばと思って捕食売買金ね、使ってたんですけど、これか、まあ、千代デッキ使いますよ、次回使うよとかって言ってたので、吸う準備はできてるのでやっていきたいと思います。吸う準備はできてます、デッキ。はい、 OK、 いきましょう。ふう、暑いっすね、本当にね、暑いけど頑張っていきましょう。頑張るよ。まあこのデッキの中だったら、そうね、まあ、サタンとかルシファーとか欲しいところではあるけど、普通にね、そうなんですよね、暗黒がいるんですよ。暗黒いるの、あいつが強い。誰だっけ、まあ、あの魔のやつ来たら言います。いただきます。こういう時はもうね、春とかそこら辺大事。うん、もうコンボスキルが強いから、話になんねえな、話になんねえな。こいつはね、アークはやっぱりカット率が高いので、うん、あ、まあ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 、そもそもね、1枚の状態だと相手の弾がね、そんなに吸収はしないのであれなんですが、どう来るかな、左上、上、右上、ふうふうふう、まあ普通にね、いける、いける、これ、うん、そうだな、勝ちたい気持ちはあるんだけどね。右に竜林、あ、これはきつい。今ね、悩んだんだよね、その竜林が相手に置かれる前にクイナ打てば、まあ、まだ吸収はできるかなと思ったんですけど、なるほどな、全然吸収しないよこれ、見てみ、ああ、まあまあまあ、一応6、6、8いくと、まあまあいい駒だね。しかもバフってるから吸収量がえぐいっていうね。でも吸収していこっか、どんどん吸収していこう。オッケー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 、大変だけど、大変だけどね。だってさ、シェンメイが 2.5 倍になるでしょ、 なったじゃない、普通に戻ったでしょ、使うでしょ、そりゃめちゃくちゃ強かった、使ってて、あららららら、やばい、そうなるとね、来てよかった、バフかかって78吸収とかね、すごいよね、ほんとにシシャモみたい、シシャモ吸収みたいな。これは普通にね、シェンメイ1枚返しでもね、いくんですよね、まあ、1万8000もいかないけど、別に相手のさ、上の一覧すごいとバフ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 みたいな、で1個デバフみたいな、ね、三撃の幕開けと、幕開けだ。本当はね、こういうところに特殊ダメージのやつを、あのこういうところにボンボン打ったら威圧与えられるんですけどね。そう、だから特殊ダメージの子もね、ちょっともうちょっと入れたいなと思ってる。こういう風に振り対面になった時には、まあ春とかそういうコンボスキル特殊なのでダメージ与えていくみたいなね。え、そいつめちゃくちゃ吸収されてるな、回復いいね、いい回復じゃん、それはいい回復じゃん、最強じゃん。うん、
なるほど。ちょっと威圧かけていくよと。威圧かけていくよと。でもね、これね、もうシェンメイで終わる気がするんだよな。シェンメイのバフかかってるから、コーランとか。うん。リンド。だってあそこのコンボやると確定になって。こいつ、ハデス。ハデスが強いんです。マジで、本当にハデスが強いんですよ。いや、無理です。でももう、ここで。ってさ、もうコンボされて生き残ってコンボしてとかしかないよな、ハデスと。逆にもどれぐらいシェンメのダメージいくか、2万5000ぐらい、いやもっといくな。おお、なるほど。ねえ、ていうかさ、絶対倒せるでしょ俺のこと。絶対と。これね、じらしパターンですね。これはじらされてますね。じらされてます。じらしです。これさ、12分ぐらいで終わらせようかなと思ってるんですけど、12、3分ぐらいかな。もう7分つか、まあ、ちょっとカットしよう、うまいこと。どうして弱者に価値はない、価値なきものに存在する理由は。今ね、価値なきものに存在する理由はないって言われましたね、アクアに。なるほど、なるほどって感じだよね。行きましょう。ふう、まあシェンメイそら使うよな。まあシェンメイいなかったけど、さっき絶対いるから、絶対持ってたから。そう、いいなー。まだ駒揃ってないけどさ、天傑人雷使いたいんだよね。 OK。 うーん、ちょっと吸収も生かしたいので、ちょっとここまず取らず。まだね、あんまり天傑リーダーと天傑デッキと戦ったことがあんまりないんで、蘇生するやつ、これもしかして蘇生するやつか。辛いなそれで。このソングクイラ、ソングクイはちょっと相手のキャラコマが増えたタイミングでやりましょうかね。これって三撃の幕開けといく、くさびがなくなるように置いた方がいいのかな。まあ、とりあえずハルちゃんで。本当はあそこ吸収コンポスキル強く置いた方がいいと思うんですけど、まあハルちゃん強いんで。てか HP 高っ。あ、そっか、紙できたもんね。OK、覚悟だ。これですね。食ってやろう。強いよねこの吸収で。この毒だよ。コンボスキルもいい吸収なんで、この子はガシャドコラ優秀ですね。めちゃくちゃ優秀です。いやー、日常訪れる。これ強いよね、めっちゃ。何これ、強いです。最強です。あなたは最強です。こっちにしようと。デュルプネひっくり返すと、デュルプネよりかコンボスキルは劣る可能性はあるが、ローブ。歯ですか。
れもまいか。クイナ吸収まだね、その天結デッキのねアタッカーがどれぐらい火力出るのか全く知らないからわかんない。つかめっちゃ削られてるし、本当にいけます。ここが見せ場。オッケーオッケー、まだ前そう、まだ前そう。A4 A4 で A4 って感じだね。良さそうだよ A4。 標的は許しません。かいや強っ。こいつ置いてからハルちゃん置いてからオッケー、クイナとかの吸収をうまく使って感じですかね。オッケー、いや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 いてーよそれ、いてーいてー、これいかん。よし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 、吸ってく、全然吸ってく。1、2、3、3、5、8、8か、怖いな。8だったらめちゃくちゃ削られそう。そこ削った方がいいよね、絶対削った方がいいよね、怖いよね。ね、そしたらこういった方がいい気がするな。オッケー、そこ削られても大丈夫だね、大丈夫だね。まだ吸収していきますよ、吸収するよ。連結、いや怖い、痛い。で、ハレ食。それがメイクの理由。続いてください。よし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 。いけるじゃない？大丈夫だね。さすがに1万2000円削られないよね。オッケー。ってことで、吸収しましょう。あ、ハレスのコンボスキル。見ましょうか。強い、これこれは強い。ハルス、ありがとうございます。よかった、勝ててよかった。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ってことでちょっと充電と録画時間がねそこそこいっちゃってるので、今回はこちらの方で終わりにしたいと思います。ってことで改めまして今回は数準備できてます。めちゃくちゃ変わりますね。数準備できてますってことで、チューリーダーでクラスマッチ2000ほどやってみましたが、めちゃくちゃハルスとかコーナーとかね、まあめちゃくちゃ強かったんじゃないのかなというふうに思います。でアタック調整して、チオプラスは食ってるんですけど、チオ下が8枚あるので結構安心かなって感じ。まあ、でも何もしなかったらダルと今のこの編成のデッキだとね、ケラブは超えちゃうので、はい、ちょっとここの調整はした方がいいかなと思います。ここも多分超えるのかな、超えるね、これも超えます。ここも、あ、ここは超えてます。もん、超えてる、何調整これ、知りません。はい、なので調整はほぼほぼ必須かな。いや、ほぼほぼじゃない、必須だね。しないとめちゃくちゃ、してない最初の時はめちゃくちゃ釣られたんで、うん、で調整するようになったら釣られるのが本当に少なくなったので、はい、まあ、調整は大事だなという感じでございます。ってことで
最後の章ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。やばい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。